グアバは太ももかに属する熱帯性の低木。またはこれと同じシディアム属の約100種の植物の総称。カリブ海沿岸、中央アメリカ、南アメリカ北部、東南アジアなどに自生する。和名はシゲルザクロ。琉球語ではバンシルバンシロウ、バンチキロウと呼ばれる。葉は楕円から卵型で、長さは5から15センチメートル程度。体で、 枝分かれしない。花は白く、5枚の花びらと多数のおしべを持つ。果実は、食用とされる。形は玉がような仕方で、直径3から10センチメートルほど。皮は薄くて、キメが細かく、色は薄い緑色から黄色、成熟期には品種によって、ピンクや赤になる。強い特徴的な香りを持ち、白から、大色の果肉の間には、 小さく硬い種子がたくさんあり、種子を多く摂取すると腹を下す。ビタミン A、B、C が豊富。歯に含まれるポリフェノールは、アルファマルターゼによるデンプンの分解を抑制し、糖の吸収を穏やかにし、血糖上昇を抑制する作用があり、健康茶に使われる。特定保険用食品の許可がある製品も存在する。 グアバは熱帯の国々で食用として栽培されており、ストロベリー、コスタリカ、アップル、ギニア、カットリー、マウンテンなどの品種がある。果実はカットしてそのまま食用とするか、デザートなどに使われる。台湾では生のグアバに食塩、唐辛子、またはプルーンの粉末や乾燥梅干しの粉末に甘味料、塩などを混ぜた酢梅粉をつけて食べる。 茹でたグアバはキャンディー、ジャム、ゼリー、ネクターなど幅広く使用される。グアバは霜に弱い。ハワイなど一部の熱帯地域ではある種のグアバが雑草のようにはびこっている。また、グアバは熱帯の植物には珍しく、室内で育成すれば温帯地域でも食べられる大きさの果実を収穫できるため、園芸の対象としても興味を持たれている。日本においては 沖縄県や奄美群島で民家の庭木としてよく見られる。禁煙種の基盤二郎もグアバと呼ばれ同様に利用されている。グアバ用抽出茶の糖類分解酵素活性阻害並びに消化管輸送及びグルコース吸収抑制による血糖値上昇抑制作用山内有信ほか栄養学雑誌ボリューム66ナンバーワンありがとうございます。